阪急本通りです。結構人いる。商店街真ん中ですね。そう。もうちょっと中に進みたいと思います。まあゴールデンウィークということもあってガレージ化してますが、普段はどうなんやろね。商店街な。一時期やばかったけど、最近ちょっと復活してる気がしますけど。ちょっとねこっちので音楽やってるはずなんでちょっと行きたいと思います。歌声聞こえるかな。全然音楽やってるとこ見つからないんで、これ茨城の城下町ですね。元ちょっと小綺麗な店もできつつあり、茨城神社でやってるはず。なかなか難しい。ちょっと歩いていきたいと思います。地元の茨城なんですけどね、大阪の。ちょっと音楽少し寂れてきたな。どうなんだろう。さっきの商店街を通り抜けたらここに出てきて、その突き当たりが神社、茨城神社っていうところですね。この中で演奏してるんで行きます。境内いつも毎年はここで結構演奏してるんですけど、今年なぜかやってないな。市民グラウンドの方で音楽の音は聞こえてきますけどね。ちょっとこれからそちら行きますね。今年から茨城音楽祭2日間になったんで、2日間に分散されたんで、なんか1日1日 の濃度がちょっと薄くなってるというか、なんかちょっと少なくなってますね。正直音楽ミュージシャン演奏自体がなんか2日に分けた意味があったの。5月5日なんですけど、今日昨日も実はやってて、毎年5月5日だけだったんですけど、2日間に分散されたので、まあその分減ったのかもしれないですね。まあ、メインステージは今から行く市民グラウンドの方ではやると思うんで、今日はまあ夜あの有名なミュージシャンたちも来てますね。山崎正義とかね、来るらしいんで、まあまだね全然駅前の太鼓しか見てないんで、とりあえずグラウンドの方に行きたいと思います。ちなみにこれ茨城市のマスコット、茨城童子っていう鬼ですね。伝説の今こんな可愛くなってます、茨城童子。ようやく音楽聞こえてきました、グラウンドの方。ちょっと向こうに行きましょうか。なんか月新庵とかいうところ、商店街の中で通り過ぎたところはそうだったみたいで、ちょっと間違いで通り過ぎてしまいましたけど、今福祉センターに来てます。撮影禁止なんで中は見れないんですけども、まあどうかな、ちょっと、まあ、音楽聞いてみたいと思います。ではでは。ちょっと人が多いので、帰ってます。
撮影禁止と、人が多いので帰ってます。ちょっと裏に聞こえてますけど、山瀬さん、朝よし、茨城音楽祭でした。結局見れたアーティストはちょっと少なかったですね、思ったより。僕らはずっときっと走ってく。